リビングバイブルとは、アメリカの神学者、ケネス・テイラーによって作成され、1971年に出版された英語版の聖書。他の多くの聖書と違い、多くが意訳されている。伝統的な聖書はとても堅苦しい言葉で、子供や教育を受けてない人には継続して読むことができなかった。そこでテイラーは英語聖書である。 アメリカ標準訳聖書をもとに日常生活で使用される言葉によって数年かけて訳した。新訳聖書は1967年完成。旧訳聖書も含めたものが1971年に出版され、1974年にはアメリカにおける年間聖書売り上げの46%を占めるに至ったという。 英語版を定本として翻訳された日本語版が出版されている。韓国語版もある。日本では命の言葉社から日本語版が出版されている。日本語版でも現書英語版の方針を踏襲しつつ、福音主義に基づく平易な訳文を提供している。出版前に様々な年齢や学歴の約500人から意見を聴取するなど、 わかりやすい訳文を提供するための努力が重ねられたという。新約聖書は1975年にリビングバイブル新訳として出版され、旧約聖書も含めたものは1978年にリビングバイブル旧新訳として出版された。その後、小浜香、村瀬敏夫、斉藤清の協力によって改訂が行われ、1993年に リビングバイブル旧新約審判が出版された。この審判の改定基準は以下の通りである。福音的立場。福音書を重点的に改定。キリストの権威にふさわしい表現。不解語、差別語の見直し。誤解を与えた部分の伝統的な釈儀に沿った見直し。さらに2016年には、リビングバイブル旧新約改定審判が出版された。 今回の改定は、会話の表現を落ち着いた調子に変えたほか、全般にわたって、表現をよりわかりやすく適切にすることに主眼を置き、語中を増やしている。また、人名、地名等の固有名詞は原則として、新海約聖書第3版の表記に合わせてある。この改定審判の、新約聖書部分はすでに2011年に、全面改定されたものである。ありがとうございます。